真剣ゼミ見直そう。いやすごい楽しみこれ。はい。なんと流れてはね、あの真剣ゼミだけで一橋大学の法学部をあの卒業してるんですけども、そうなんです。合格してるんですけども、今回その、当時やってた、はい、真剣ゼミが、はい、実家にあったんで、はい、これをちょっとあのどんな回答してるかとかを、うん、こう見ていこうと思って。いやすごいです。ちょっとまず表紙とか見せてあげて、うん、カメラに。これ多分だから、ね、出すコラショ懐かしい。コラショなんだっけ、コラショの決め台詞。よいしょコラショ頑張るぞこれ、あの、懐かしい目覚まし時計で。そうだよいしょコラショ頑張るぞだ頑張るぞ、うん。これランドセルなんだよね。そうそうそう。そう、コラショが。赤いランドセルでね。うん、そう、ランドセルなんですよ。ここが、あの、耳の部分がランドセルの背中にかける部分で、うん、ってことです。うわ、懐かしい懐かしいな。チャレンジ1年生じゃん、しかもこれ。そう、1年生。よく撮ってたな、これ。これ3年生だ。うん。うん。ベネッセも当時このあの人間がこうじゃない時だな、これベネッセの。ああでもこれはもうなってる。あ、なってる。それ何年生？これ3年生。3年生の時になったのかな。すごい貴重なんじゃない。だからちょっと開いていきましょうか。で結構バラバラになってるから。はい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 、うん、何年生がどうとか、ね、あ、まずこれがね、あの真剣ゼミじゃないんだけど、はい、子供チャレンジっていう、はい、あの保育園生のやつ。なんか真剣ゼミ開いた途端喋り方がすごい幼くなったなと思ってやっぱ戻るんだよこれ保育園生のやつ。これがね、これがね、あの真剣ゼミで言うね、うん、あの保育園生のやつっていう。これはね、あの真剣ゼミじゃなくて、これは保育園生の僕が書いたやつ。へえ、あ、保育園の頃からやってたんですね。うん、なるほどなるほど。で、これ将来の眼鏡やね。うん、当時やっぱりもう眼鏡かけてて、で、それで眼鏡屋さんになりたかったってこと。いや、当時眼鏡かけてなかったし。なんで？目も良かったけど、もうこんないる？そんなやつ一番チャラい人がかけてるサングラスみたいなのを描いてる、うんうん、いるか。そう、メガネかけてないのに、うん、メガネになりたかった小学生ね。なんでだろう。でももしかしたらお父さんがメガネかけてたから、うん、あのお父さんのメガネを作ってあげたいって思ってたかもね。おー、優しい子だね、うん、医者になりたいとかでもなかったらね、お父さん医者だけどまず医者のお父さん見て、あ、お父さんのメガネを作ってあげたいと。お父さんお医者さんでメガネかけてるから、メガネを作ってあげたい。だから僕はメガネ屋になるんだって思ったよ。なるほどね、うん、はい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 。で、同じようにこの島次郎のセーターを作ってあげようっていう企画で、はい、このね、はい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 、うん、もう今の衣装と同じですこれ。あ、色はね、青に黄色で使ってる色でしょ、うん、確かにね。で、メガネだし、だからもうほぼもう僕です、ずっと。全然でもあれなんか悪魔の実みたいなこと作ってますよね。で最初悪魔の実かと思ったんだよこれ。で真剣どうします、これ小1から見てみます。やっぱり小1から見たいし、はい、まあ、ちょっともう見つけちゃったんですけど、はい、これ漢字習ったよシール。ああ、こんなんあったらなんかシールをとりあえずくれるんですよね。そうっすね、真剣ゼミはね。だ、裏に使い方書いてあります。え、裏に使い方、あ、はい、本当だ。ここを剥がしてね、ポスターの下の方に貼るのね。懐かしい。金色のシールだ金色のシールだって言わなくていいなってのがやっぱ可愛らしいよねやっぱこのもう3人とりあえず出したかったから、全員キャラクターを、うん、でコラショ何言わせるって言って、うん、ここを剥がしてね、ポスターの下に貼るのねだけで説明はできるからでもコラショに何か言わせよう、うん、そうだ、じゃあもう状況を説明させよう、うん、そうだ、金色のシールだ、やっぱこれをまんまを説明させるっていうのは。でもうこの、うん、髪がペタリって言ってます。この髪自体がペタリって喋ってペタリって喋ってます。ここら辺もやっぱ見てたら面白いよね。今思えばツッコミどころ満載だけども、うん、これが真剣ゼミの面白い可愛いところなんだよ。でもこの色のシールマジで懐かしいわ。うん、懐かしい。真剣ゼミのやっぱめちゃくちゃ金じゃん金であればあるほどワクワクしたからね、うん、当時な。でもこれあれかな、そう、1個しかこう開けてないけど、うん、僕、うん、一時しか習ってなかったそうなるよなどういう意味これよくここまでの成り上がったのよく一時しか漢字を覚えてないのに一橋大学法学部合格できたよ、うん、まあ、英語100点だったから英語で全部やったのか、英語満点だったから習った習った当時から出てるね。結局習ったのよ多分。あ、そうあ、これとかもありますよ。あの添削出して帰ってきた時にこの、うん、多分この色のシールが、うん、別のシールがついてくるんですよね。出た、うん、でそれをこうやって
うわー懐かしい。食べてるわ僕結構。はいはいはい、これね、うわ結構だいぶ食べてる方だよこれ、うん、これだからこれであのシールを貯めれば貯めるほど、うん、そうあの商品と交換できるんですよね。でそれが、ね、多分こっちに商品書いてあって、めちゃくちゃ貯めてるよお前。めちゃくちゃ貯めてる、80、あ、じゃあ79ポイント貯めてる。すごい。うん、72。うわーうわめっちゃワクワクする。今でも欲しいこれ。これやばいよね。うん、まずこの6倍双眼鏡、うん、めっちゃ欲しかったな。すごいよ僕これ。ちなみに、うん、96枚になったら、はい、あ、アディダスサッカーボールをもらえるし、うん、あとライト付き300倍顕微鏡出た。めっちゃワクワクするわこれ。で120いきますと、はい、40倍望遠鏡、アイゾーンシャオオリジナルセット、撮ったらすぐその場で見れるよ。フレームシールやツーショットレンズで楽しみ方もいろいろ。ああ、なんだろうこれ。絶対ワクワクするわ。そして200枚コース。うん。液晶テレビ。ああ。マジ？液晶テレビもらえたの？240枚コースか。小さいやつか。うん。あったな、持ち運びできるテレビみたいなやつ。外に持っていける小さなカラーテレビ。うん、そして CD プレイヤー。ああ。ええー？時代だわ。こんなん通販じゃん、もうこんなんもらえるなんてな。すごいね。でこれ僕。うん。だから79枚貯めてるけど、はい、多分これ送ってないでしょ。送ってないってことだな。どういう意味？いや違う、お前もっと上を目指してたんだよ。もっと上目指して、もっと俺は貯めれるっていうことだよ。すげえ。やっぱこの72枚でまずアディダスリュックで、うん、サッカーボールも入るリュック、お出かけに持ってねっていう、うん、サッカーボール入るんだけど、でもそのサッカーボール自体は96枚貯めないともらえないっていう。難しいねやっぱね。72枚は9回出すともらえてる、うん、あ、9回か。うん、じゃあ結構ちゃんと送ったな1年間。そうね、うん、うんうん、この商品たちをもらうために俺たち頑張ってたから、はい、うん、別に勉強がどうじゃないのよ、商品が欲しかった。そう、やっぱこれあるとね頑張れるからね。うん、そうそうそう、子供は。16枚でコラシャのマグカップもらえるの、めっちゃいいじゃん。うん、普通に欲しいな。16枚なんかすぐもらえるでしょ。今これ使ってたら可愛いもん、俺欲しいな。普通にコラシャのマグカップ。あー可愛いわ。うんうん、綺麗だねこれ、うん、保存状態は。ほんとそうだよ、ちゃんと取っとけよこれ。多分これさ、うん、2003年6月に締め切りと書いてあるけど、はい、今送ってみたら、はいはいはい、あのさすがになんか返事とかもらえたりするかな。はあ、そやってみれば。赤ペン先生が言ったら、はい、こんなに大きくなりました。うん、さあそして、添削のやつ見てみます。はい、そうですね。小1、あ、小1、6月足し算だ。小1の6月は足し算か。うん、うん、足し算。うわ、出た、赤ペン先生がコラ書を書いてくれてるわやっぱり。うん、いいね。全員書けるんかね赤ペン先生ってね。そうですね、そうかも。確か赤ペン先生ってこう1年間は同じ人がやってくれるんですよね、その。あ、そうなんだ。そうそうそう、担当で決まってて、うん、あ、待って、この二重丸をカタツムリにしてくれるんだ。はい、ああいいね。いろんな工夫してるなこれな。うん、僕その全部正解してますね。あと、あ、確かにね、うん、うん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 、コメントもあるわ。足し算を正解して、はい、ゆうくんは足し算が得意だね。なんかちょっと語呂がいいね。うん、ゆうくんは足し算が得意だね。お、絵に合う式がよくわかったね。いいですね。うわーすごい。そういえばそうかと思ったんだけど、うん、まあ、この問題がそのアンパンが5個、うん、メロンパンが4個あります。全部で何個あるでしょう、はい、で式で 5+4=9、はい、で答えのとこに9個って書くって、でその横にカエルが答えは個をつけて書くよって教えてくれてるの。確かに、ね、そういえばそうだよな。答えで9だけ書いてたらそういえばダメか。式、文章題ですもんね。 それ文章題だから、うん、だから式は 5+4 で9で合ってるけど、うん、答えは9個って書かないといけないのか。なるほど。とかをちゃんと教えてくれてるのね、うん、それはでもコラショじゃなくてなぜかこのカエルがになってる。カエルいいこと言うね。すごい、うん、これ小学1年生の、うん、あの国語の問題なんですけど、うん、これはあのシマウマの赤ちゃんの、うん、はこういう感じですっていう文章を読んで、うん、シマウマの赤ちゃんどれでしょうっていうのを選ぶ問題。うん、うん、今考えたら、はい、これ結構難しいですか、これどっちでしょうっていうの。ちゃんと読まないとね。
うん、分かんねえわ普通、うん、分かんないでしょ。どれでも大人になるとさ考えすぎてさ、うん、あシマウマってもしかしたら生まれたての頃って毛がまだ生え揃ってないから、うん、こういうこっちなのかもしれないとも思うし。でしょ、うん、でもここにシマの模様もついていてお母さんにそっくりですって書いてある、これちゃんと読み取れてるから僕おもろ真剣ゼミさマジでさ大人相手じゃないじゃん相手が、うん、子供相手のことをいかに考えてるかってことだよね、うんうん、これすごいわこの顔さ、いや、うまいんだけどさ、そのさ、あの、楽屋でさ、もうおかしくなっちゃった時のマユリカ中田にさ、こんな顔してんだよ。こんな笑顔で、こんな笑顔で。僕の思い出そんな言うの。こんな笑顔で、ずっととんでもないしてもらって言い続けるの。やめろ僕の思い出を中田さんにするの。で、まあ、小1の頃とかやっぱ簡単だし、うん、こう僕やっぱ結構ね、あの、賢かったから、うんうんうん、あの、なんか全問正解してるんですけど、こう、うん、2年生とかになると、まあもちろんククもやりますし、うん、こんな感じでね、うん。ククめっちゃやったなっていうのと、うん、あと、国語も、ちょっとね、結構難しくなるっていうか、うん、なんだろう、こう、自由回答みたいなのがやっぱ増えてくるんですよね。増えてくんだ、うん。なるほどね。で、この問題が、これね、この、リスとタヌキがいて、はい、このリスとタヌキにまず名前をつけて、で、この絵を見て、なんて言ってるかを、うん、こう考えるみたいな。結構難しい問題。ね。で、まずこれに僕は、うん、リスにリリリリって名前をつけて、ムカつくなぁ。もうちょっと飽きてる。うん。リスゴロウとかリスゴロウとか。なぁ、リスちゃんとかさ、なんでもよかったのよ。リリリリってつけて、うん、タヌキはタタタタってつけて。こいつマジムカつくわぁ、この子供、うん。赤ペン先生だったら、めちゃくちゃなこと書いてあるかも。お前の人格破壊してるかも。リリリリで。え、てかこの先生すげえじゃん。この先生うまい。うまいな。うん。この、これも書いてんじゃん。書いてる。何書いてわかんないけど、うさぎ、うさぎちゃん。うさぎのやつ。あ、うさぎのやつな。リリリリ。うん。で、リスが、このケーキでスゴロクしたいなって言ってる。うんうん。で、タヌキがそりゃいいやって。うん。かなりこうセンスを見せてる。うん、そうね。ムカつくわ。やだやだやです。美味しそうだなとか言えばいい。言えばいいのに。このケーキでスゴロクしたいな。ムカつきます。なんかそれはいい。エゴが出てるね。で、赤ペン先生がこの話の続きを書いてくれるんですけど、最後。甘い匂いにつられてみんなも集まってきました。うん、うん。完全に無視されてる。そりゃそうだ。めんどくさいガキなんだから。あ、めんどくさいガキ来たと思って無視だよ、こいつ。いや、なんかスゴロクゴールできたねとか言えばいいのにさ。うん、いやいや、書かないよ。めんどくさいな、こいつ。これ何99点なの ?1 個間違えたの原っぱの原っていう詩の、はい、ここ真ん中のここを跳ね、跳ねてなかったからマイナス1。よくね。いやだから僕もよくねって思ったけど多分。え、めちゃくちゃ厳しいじゃん。もうよくねって多分思ったけど。え、俺多分間違えるぜ。だってうん、でも多分ほんと最初は読めればいいとかじゃなくて、うん、習ったように書いてねってことだと思います。俺今間違えるよこれ、うん、僕も間違えると思う。そうか、ここ跳ねるのか。うん、うわー、そうか。うわ、しっかり教えてるな。やっぱこれ先生絵うまいな。やっぱうまい。この人、このコラシャもさ、やっぱ学園でおかしくなった中谷さんだもん。やめろよこの笑顔してるわ。やめろ、僕の真剣ゼミ中谷だわ。これ一番最悪の答え。僕が何こう見返した中で、これも文章題で、うん、この上のね、女の子が、うん、この変身バッジをつけると、うん、お着替えできるみたいな、はいはいはい、すぐに着替えれるみたいな、うん、の文章を読んで、うん、まあ、最初は、こう、変身バッジどんなのですかみたいな、うん、どんな服にも着替えれますみたいな、うん。で、読み取って丸書いて、で、最後に、君なら変身バッジを使って、どんな服に着替えてみたいかなって、はい、自分自由のとこね、うん、そこに、普通の服って答えて。誰このガキ。こいつ送ってくんだよマジで。ドレスとかね、書けばいいのに。うぜえ。サッカーのユニフォームとかね、うんうんうん、普通の服って答えて、うん、それに対して赤ペン先生が、うん、ゆうくんはいつもかっこいい服を着ているんだろうなって。すかされてんじゃん。煽られてる。煽られてんのか。あ、なるほどね。さぞかしいつもかっこいい服着てるんでしょうね。だから会話にしてみようよ一回、うん、俺がお前ゆうくんやるから。じゃあゆうくんさ、はい、変身バッジそんなんじゃないってやめて。はい。そこまで入れなくていいから。まあ、それでいくのね。バカにしてます。僕 お父さんお医者さんなんですけど。バカにします。変身バッジっていうのをね今こう読んだでしょ、はい、変身バッジ持ってるとしたら、はい、どんな服に着替えてみたい。普通の服ですかね。
あ、普通の服か。はい。へえ、いつもかっこいい服着てんだろうね。お父さん、脳みそ入れ替えて。お父さん。お父さんはいないよ。お父さん。そんなんで呼ばない僕。お母さん。そんなんで呼ばない。お母さん、来て。歯医者の歯入れ替えて、この人は。来いよ、お母さんかお父さん。赤ペン先生、雑誌と喋んないか。今思ったんだけどさ、今気づいたんだけど、だって、そのなんか、マセガキ感が出てるのが、うん、この、1年生の段階で、はい、君の宝物を教えてねっていう欄があるのよ、うん。赤ペン先生とお話ししよう。うんうん、お話ししようって言って、うん、お前さ、この、多分自転車なんだけどさ、うん、絵で描いてやがんのよ。いや、自転車ってひらがなで描け。いや、だから。なんでお前絵で描いたのこれ。見せつけたかったのこれ。そうじゃない。説自転車の絵なんか描けるないからみんな描けないからお前見せつけたかったのこれ絵を、うん、なあムカつくわこれ自転車でいいもんひらがなでお話ししようっつってんのにいや違う絵描いてきてさえだってさ具体的に先生やって先生やって先生やってゆうくん宝物ってあるそれ教えてくれないさすがにありますね、うん、はい何でもいいですかうんおうお前大喜利じゃねえんだぞお父さんお父さん入れ替えてお前大喜利じゃねえんだぞお母さんもお母さんも自転車ですって言えよこいつムカつくわこいつマジムカつくわ書けよ自転車ってだって先生もなんか言うことに困ってさ多分返信しないといけないのにさ、うん、文字で花丸だけ書いてるもんお話できてないもんこれかわいそうにあこれもちょっと嫌かも僕どれククの勉強の様子を教えてねインタビューみたいな感じでほう赤ペン先生とどこでククを練習しているのってなんか家って答えてるんですけどちょっとやだな家学校とかねお友達の家とかさそりゃ家だろっていう感じで家って言ってる僕家ですとかでもなくねちょっとじゃあククどこで練習してんのはいまずどなたすいません急にあ赤ペン先生ですあ赤ペン先生いつもお世話になってます、うん、ありがとうございますククどこで練習してんの？いえ。え？ククどこで練習してんの？いえ。お父さん。やめろ。お父さん。やめろ。お母さん。お父さんいない。お前は教育が足りない。勉強はできるか知らないけど。いやで、まあ今のはさ、だいぶさ、嫌に言ったけどさ、うん、なんて言えば、なんて言うんだろうね、みんな。まあ、お家？家？まあでも、家はそう。でも、これ質問がちょっと、むずいよな。うん、むずい。これね、サッカーが好きですって書いてあって1年生の時サッカー好きなんだうんサッカーやってたから、うん、多分サッカーが好きですどうしてかというと大勢でできて賑やかだからですこれもうかなり俯瞰で見てるよねそのゴールを決めて楽しいからとかじゃなくてあなんかはい大勢で賑やかなんだねあ僕は好きですからですムカつくな賑やかとか言ってるのマジでこいつムカつくなめっちゃ嫌だわいつもグラウンドで友達とやってますってそれでいいんだよ、うん、その大勢で賑やかとか言うな何賑やかってサッカー見てうわ賑やかだなって言ってる小学生マジでやだわ好きやったよ まだあんのかこれマジムカつくわこいつ好きな食べ物のカッコに丸をつけてね、うん、ああもうそんなもう生きりようがないでしょ前出して、うん、カレーライスカレーライス丸カレー好きだろいちご丸いちご好きなんだウインナー丸、うん、みかん丸、うん、ラーメン丸上に好きな食べ物がないときはここに書いてね、うん、蕎麦かっこいい蕎麦好きなの1年生で1年生で蕎麦好きなのかっこいいかなりラーメンでもなく、うん、蕎麦だったんだ、うん、でも俺ちょっとさすがにでも赤弁先生も、はい、もしかしたら子供なめすぎかもなっていうのを見つけたかもしれないどういうことこのその牛乳ってかひらがなで書く、うん、小学1年生とかなんだけど、うん、まあそのコメントもちゃんと書いてくれて、うん、ピンポン正しく書けたねっていうのなんですけど、うん、そのピンポンはこうカタカナで書いて、うん、その横にピンポンをひらがなで書くっていうえじゃあ最初からいかないカタカナの振り仮名そうそうカタカナの振り仮名初めて見た本当だ分かりやすくやってんのね先生もねというわけでちょっとまだまだあると思うんですけども、うん、いや懐かしい気持ちになれたわ懐かしいうわーヤスさんのとかも残したら見たいっすよね残ってるわけねえだ俺の真剣ゼミ全部捨ててるわあとやってねえしたぶんなあのあ送ってないか送ってねえちゃんとなるほどねうんいやーいやーこれなんか懐かしい気持ちになったなかなり、はい、なのでちょっとまた出てきたらねうんだって要は中学生バージョンと高校生バージョンもないのあそれはねなかったへえーうん、まあというわけでね
あの今回もコラッシュ、コラッシュ久しぶり見れたんで久しぶり会いました。はい、皆さんこれ見た方ぜひ真剣ゼミ入ってみてください。あんまこの年齢の人いねえだろもう。